それではただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、私から2つございまして、1つは知事と県北沿岸圏域の市町村長との意見交換会の開催についてであります。5月1日の記者会見でもお話ししました通り、知事として改めて地域の声を伺い、地域の実情を把握したいと考えていましたが、今週17日に沿岸圏域、来週22日に県北圏域を訪問し、圏域の市町村長と個別に意見交換を行うことといたしました。県北沿岸振興については私もマニフェストに掲げました通り、県政の重要課題と認識しているところでありまして、今回まず県北沿岸に赴き、現地で市町村長と協金を開いて地域振興に向けた意見交換を行うことにより、地域の実情を把握し、できるだけ予算にも反映させたいと思っております。今回私は地域の危機を希望に変えるをテーマに意見交換を行いたいと考えておりまして、地域のさまざまな課題に対し市町村と県がどのように取り組んでいくか、特に喫緊の課題である産業振興にどのように取り組むかを中心に意見を交換したいと思っております。また私と市町村長とが膝を交えて率直な意見交換を行うことによりまして、県北沿岸振興、県北沿岸圏域の振興について認識を共有し、今後の取り組みに生かしていきたいと考えているところでございます。次に2つ目の発表事項でございますが、地震津波に関する住民意識調査の概要についてであります。これは平成18年11月15日および平成19年1月13日に本県沿岸部に津波注意報が発表されたことを受け、沿岸市町村において避難勧告発令等の対応があったわけでありますけれども、実際に避難した方が少なかったということがございました。そこで地震津波発生時における地域住民の行動実態、避難に関する意識を把握し、今後の津波防災対策の参考とするため、津波による避難勧告等の発令対象地域の住民を対象として、津波避難意識に関するアンケート調査を実施したものであります。調査結果においては、情報の出し手と受け手、それぞれの認識に乖離が見られたこと、また避難しなかった方が避難を決断する一番の理由として地震による大きな揺れを感じた場合と回答した方が相当数あったことなど、特に遠地地震津波において避難勧告や津波注意報が地域住民の避難行動に適切に結びついていないことが見受けられました。調査結果による課題を要約しますと、まず、避難勧告発令に関する認識状況において発令を認識しなかった方や発令しなかった市町村において、発令されたと誤認した方があったことなどから、避難を促す情報の正確な伝達が必要であるということ、また津波注意報発表に関する意識状況において津波注意報は気にしていないとした方があったことから、津波注意報発令時における危険性の周知徹底が必要であること、そして避難勧告発令に関する意識状況において慎重に発令するべきであるとした方があったことから、津波注意報の内容に応じた避難の呼びかけ方や避難を促す時期を検討する必要があるということ、こうした課題を要約することができると思います。今後はこうした調査結果による地域住民の避難行動と防災意識との間にある格差や意識傾向を参考に、先日設立しました岩手県沿岸地区津波対策連絡協議会等において、地域住民の適切な避難行動が徹底されるよう検討してまいりたいと思います。私からは以上です。以上で知事からの発表を終わります。それでは
本日の進行は岩手日日新聞の照井記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。この度、宇都宮からこちらに赴任してまいりました、朝日新聞の赤井と申します。まだこちら来て数日なんですけども、ふとした時に皆さんに声をかけていただいたりとか、落とした携帯電話を拾ってもらったりとかですね、とても温かい街だなというふうに感じております。ここで楽しみながら成長していきたいと思っていますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。岩手日報の菅原です。おはようございます。はい、おはようございます。憲法懸案進行について、3点お伺いします。まず知事は憲法懸案のその地域についてその現状をどう認識しているのかというのが1点で、あとこの現段階でですね、この憲法懸案進行、特にその産業振興ということですが、具体的にどういう取り組みを考えているのか、これが2点目。あと憲法懸案進行の取り組みというのは昨年度からですね、増田県政時代からも取り組んではいるんですが、増田県政とこのこと違いというかですね、どのようにこう考えているのか。増田県政を継承していくのか、あるいはその多層県政になって、独自にこういう点を取り組みたいという考えがあるのかどうかですね。その3点をお伺いします。はい、現状認識はまず、市町村別の所得、県民所得に対して、市町村民所得といいますか、やはり憲法懸案非常に低い数字になっているということがあると思います。それから有効求人倍率等、そうした暮らしや仕事、生活、経済に関する指標で非常に厳しい数字が出ているということがあると思います。他方では豊かな自然環境や産業の伝統、また歴史文化など、そして非常に勤勉で真面目で誠実な住民の皆さんという、そういう可能性が非常にあり、また数字には出ないその暮らしや、また暮らし向きのこう良さということもこうあってですね、農家の嫁の事件簿というブログなどにも象徴されるような、そういう数字に出ない素晴らしさというのもあるということは認識しております。したがって具体的な取り組み、またこう昨年度までとの違いということとも関係しますけれども、すでにこう着手した憲法懸案進行の体制が、それがどう進んでいるかということの確認も今回憲法懸案に赴く目的の一つであります。そしてそういう中でうまくいっているということはそのまま続けていけばいいと思いますし、また足りないところは補っていく、そういう現地との対話の中で何か新しいことをやっていくとしたら、そういうのは出てくると思います。具体的に何かということについては、当面まずは6月県議会に提出する補正予算に何を盛り込んでいくかということで、その頃に具体化できると思っています。朝日新聞の橋本と申しますが、この憲法懸案の件で何点か伺いたいんですが、その首長とですね、話をしてですね、それを予算に反映させるっていう話あったんですけども、どうしてもその陳情会みたいなですね、そういう感じに捉えられかねないと思うんですが、運営上そうならないようにですね、どういう工夫をされるのかということをまず伺いたいんですが、どうお考えですか。まず本予算ではありませんので、こう
陳情事項をこう受けたまわって、それを検討、持ち帰って検討とかいうような、相場的なものには、まあ、そもそもこうできないと思っています。的を絞って、危機を希望に変えるというテーマを、その地域の危機を希望に変えるということをテーマとしているのも、まずこれは危機だっていうですね、そういう喫緊の課題をまず端的に教えてもらいたいと思っていますし、また同時に危機だけではなく、希望のシーズといいますか、希望の種、こういうことを非常にやっていきたい、これがうまくいけば非常に効果があると思うのでというような、そういう希望の種についても伺っていきたいと思ってまして、そういうふうに的を絞ってですね、意見交換をしたいと思っています。あとここのその他にもありますが、他の県央とか県南の地域ですけども、これ後日って大体いつ頃目処でお考えなのかということとですね、あと首長以外のですね、いわゆる地域でいろんな活動されている方もいらっしゃると思うんですが、そういった現場の方とですね、また別にやる機会もあると思いますが、それはいつ頃お考えなのかをちょっと伺いたいんですけども。県央県南については6月議会前にはやりたいと思っていますけれども、こう大連行き等もありまして、まあ、日程についてはちょっとこう調整中であります。市町村長さん以外に広げていくことについては、これはそういった県市町村以外のいろんなアクターにもその地域づくりに参加してもらいたいという気持ちはありますし、選挙の時にも訴えてたことでありますので、そういった仕組みも作っていきたいと思うんですけれども、ただ今回その6月補正に向けてという中では、まず市町村長さんから話を聞こうということであります。テレビ朝の福士です。おはようございます。今6月補正に向けてというお話でしたけれども、具体的に6月補正としてどの程度その沿岸県北にはこう割り当てられるのか、その危機を希望に変えるとした場合ですね、どのぐらいは見込みたいというのはありますか。まだ全体の規模もまだ協議を始めたばっかりでありますので、県北沿岸に対してどのくらいという数字は今はまだございませんが、まあ、そういったことも含めて現地との対話を通じてですね、絞り込んでいきたいと思います。すいません、津波の方の件でちょっとお聞きしたいんですが、この避難勧告を発した市町村、それから避難勧告を発令しなかった市町村で合わせて 25% ちょっとですけども、避難をした方がですね、およそ4分の1ということですね、アンケートの中では。こういう数字については知事はどんなふうに、まあ、知事は内陸育ちでしょうから、あまり津波に関してはご存じないかと思いますけれども、感想としてどうお感じになりますか。こう知事選挙、そしてそれに先立つ準備として沿岸の方をこう回って歩いていて、最も印象的だったことの一つが、その沿岸の住民の皆さんが非常に津波に関して意識が高いということで、こう何かあるたびにこう津波はこうだとかですね、避難体制こうだとか、そういう話題が沿岸に行くと必ず出るので、それは非常に印象的でした。そういう意味ではこの津波
に対する対策、避難の体制等々については、潜在的には非常に高い問題意識を住民の皆さん持ってるんだと思います。ただそれがこう具体的な行動に移る際に、その伝え方と受け止め方の間にもうちょいこう工夫の余地があるんだなということが今回の調査の教訓だと思いますので、そこはこの住民の側にも非常に高い問題意識があるので、うまくそこを市町村も工夫していけばですね、かなり改善ができるんじゃないかということは期待しています。すいません、はい、共同通信の礼です。おはようございます。おはようございます。2点大きく伺います。すいません、ちょっと県政とは、関わるといえば関わるし、関わらないといえば関わらない話で恐縮なんですが、1点目なんですけども、政府の中でですね、税制の見直しで、ふるさと納税制度っていうのがですね、今やってはどうじゃないかっていう話がですね、出てきてます。これに対してですね、システムっていうんですか、具体的にどうするかっていうのはいろいろあって、所得税をですね戻したりとかですね、いろんなこと考えていらっしゃるみたいですけども、この考え方に対して知事はまず一つ目は知事としてどう思うかっていうのは1点目、それから2点目は政治家としてどう思うか、この、多分もしかしたらその知事としての考え方と政治家としての考え方は違うかもしれないので、そのこと、ことについて教えていただけますでしょうか。はい、これについては2つの立場、同じ見解と言っていいと思うんですけれども、税制の改正改革については、やはり本当に抜本的な税源の異常、税源財源を国から地方へという、そういう大きな仕組みの改革をしていく必要があり、それはもう10兆20兆とかいう単位で国から地方にお金を移していく必要があると思っておりまして、ですから今政府与党の中でもこのふるさと納税についてはいろいろ議論もあるみたいですし、そのことがアドバルーンとしてパーッと上がって、かえって抜本的な改革が先送りされる、あるいはそっちに手がつかなくなることの方を今恐れております。大きな仕組みの改革をやりさえすればですね、こういうふるさと納税とかいうことを、そういう心配をしなくてもですね、地方として、必要な税源財源を確保できるようになるわけでありまして、そこが本道だというふうに思っています。すみません、あと2点目なんですが、今日ですね、多分国会の方で国民投票のですね、法案が成立すると思うんですけども、これに関連してですね、参院選の争点としてですね、自民党はですね、憲法改正をですね、訴えていくと言ってます。で、昨日のテレビでも民主党の小沢代表はですね、それについてどうも否定的なような感じを受けてまして、でこれについてですね、参院選の争点について憲法改正が争点になるのかどうかって、これもまた知事としての立場と、それから政治家としての立場でお答え願えればと思うんですが。はい、これは県として取り組んでいることではないので、どっちかというと政治家個人としてのコメントになると思いますけれども、争点というのは有権者の側が決めることであって、つまりその有権者をこう操作しようとかいうふうに政治家の側は思ってはいけないわけでありまして、政治家の側は自分たちの理念にのっとり、今一番大事だと思うことについてこう堂々と訴えていけばいいわけで、生活を守ることが大事だと思えば、とにかく今生活なんだということを訴えるでありましょうし、今一番大事なのが憲法改正だと思えば憲法改正を訴えればいいという、その中で有権者がどの党、どの議員を、候補者を選ぶかということなんだと思います。そして私は憲法改正論については、その
改正手続きは憲法改正の中身とは別に決めておかなきゃっていう理屈もあるんですけど、ただその日本の過去の歴史を反省しますと、そのイケイケドンドンっていうムードで国全体がこう押し流されていったことがあり、そこを強く反省しなきゃならないと思うんでですね、その中身はどうあれ変えなきゃダメだっていう議論は非常に危険な議論だと思っております。やはりそれなりのこういう方向に変えていきたい、そこで手続きを整備したいっていうのがないと、やっぱり危なくてしょうがないんじゃないかなということを私は考えております。以上です。すみません。そうすると今の、論議というのは不十分であって、今の段階でですね、憲法改正をですね、訴えるべきじゃないというふうに考えていらっしゃるというふうに理解してよろしいんでしょうか。私はかつて自由党衆議院議員だった頃に、自由党だったら憲法をこういうふうにしますというのをバーンと出したことがあります。でそれは実は憲法を変えなくても基本法というものができれば実現するような改革の内容でしたんで、自由党の時にそういう11の基本法を出し、いくつかは私も提案者になっています。でそういう中で国連を中心とした安全保障に参加する体制をきちんと作るとか、社会保障については国が責任を持って保障する、義務教育財源も国がきちんと責任を持つんだというような、そういう中身を訴え、でその中身を実現するために憲法改正という方法もあるけど、まあ、しなくても基本法でできるというような議論をしてきたわけでありまして、やっぱり中身なんだと思います。ですから政治家個人としては、その日本をどういう方向に持っていきたいのか、どこをどう変えたいのかっていう、そういう中身の議論を聞きたいなと。でさっきも言いましたけど、そういう中身の議論なしに、とにかく変えなきゃダメだ、変えるんだと、今まで変えたことがなかったからダメなんで、変えなきゃダメだっていう議論は、だったら本当にその中には戦前みたいな体制に戻すっていうこともこう含まれうるわけであって、軍国主義化するっていうことだって含まれうるわけであって、それは非常に危険だと思ってます。じゃあありがとうございました。岩手日報の金子です。おはようございます。高化学オキシダント対策について2点ほどお聞きします。県内の高化学オキシダント濃度が、まあ、その5年前と比べて2倍近く高くなったりとか、最近はその今まで その空気がきれいな岩手県というイメージからちょっとこう考えられないような、高いレベルのこう濃度になっているんですけども、まあ万が一これからその注意報などが発令になった場合ですね、まあ県民からその健康被害とかの懸念というのも出てくると思うんですが、それに対してまあその情報提供なども含めてどのように取り組んでいくかというのが1点、あともう1点はですね、そのまあ、今回はその工業地帯ではないその日本全国がですね、その地方の方にもこういった被害が出てきているわけなんですが、一説にはその中国からのその流入というのが考えられています。でこれは国際的な視野というふうなですね、取り組みに迫ってくると思うんですが、そういった国際的な取り組みについて知事のそのご所見の方をお聞きしたいと思います。まず空気のきれいな岩手県というのはその通りで、まあ、そこにその高化学反応によっては毒性を持つかもしれないもので、その反応がなければ毒にはならない、まあ、その原材料みたいなものがこう来るかもしれないっていう話だと思います。で高化学スモッグ対策というのは国全体としては過去に経験の蓄積もあることですし、どういう対応策を取るかっていうのはこう大体決まっているパターンがありますから、それを参考にしながら冷静に対応をし、実は今日も町議で備えあれば憂いなしなので、関係部局その冷静にしかし、まあ、必要な準備はしておくようにということを私の方から申し上げたところでございます。それだけでしたっけ。国際的なその視野でこの問題どうやって取り組んでいくかという、はい、で
これ越前クラゲもその中国の海のから発生してるんじゃないかっていう話があります。ですから国際法の原則だとその、まあ、発生地の国が責任を持ってそういう汚染とか公害的なものを止めるそういう責任はその発生地の国にあるわけですが、発生地の国だけで、対応できないような越前クラゲもそうだと思いますし、今回の光化学スモッグもそうだと思います。また黄砂というのも広く捉えると環境問題、砂漠化と関係してますから、そういったことについては国際的なスキームを作ってですね、国際的にその元を断つといいますか、原因をこう取り除いていくようなそういう国際的なスキームをですね、やっぱり作ってもらわないと困るなというふうに思っています。よろしいですか。すいません、ふるさと納税構想の話に戻って恐縮なんですが、先ほどのご発言の中で、抜本的な改革が進まなくなることを恐れているというご発言ありましたけれども、今そういうのが進んでない状況の中で、この構想というのが、地方と都市の税収格差を埋めるものとして期待されているわけですけれども、今の現状で知事としてこの構想自体について、是非をお聞かせいただければと思います。もうちょいそのやり方が具体的な提案として出てきていればですね、検討もできるんですけれども、今本当雲をつかむような話でありまして、逆に岩手に住んでてかつて東京で学生時代過ごしたことがあれば東京に納税してもいいのかとかですね、どれだけ本当にそれが地方のためになるのか分かんないんでですね、ちょっとそういう具体的なコメントはできないなと思ってますし、ですからそれをこうきちっとしたスキームに精緻化していく作業に手間暇かけるよりは、今すぐ抜本的な税財源以上をポーンとやればそっちの方が大事だと思っています。すいません、今週末のですね、全国知事会でもおそらく議論に上がると思いますけれども、その際は何か知事としてお考えを示したいということはありますか。全国知事会にこうどう対応するかっていうのはこれから考えようと思ってて、こう少ない時間またどのくらい発言できるかはよくわかんないんですけれども、そうですね、今考えているのはまずやっぱりその例の平成13年の所得の大きな落ち込みが未だに回復していないっていうのをこの何とかしてもらわなきゃっていうことを、やっぱり地方はみんなで国に訴えていかなきゃっていうことが実は一番言いたいことでありまして、次は実はさっき の光化学スモッグ問題に関連して、そういう外国から来るそういう公害的なものに対して、これはやっぱり国に動いてもらわないとそういう国際的なスキームができないんで、そういうことをしてくれと。でまた、実はその景気が大きく回復していけば、そういう税財源問題っていうことについてはですね、かなりその楽になってはいくわけですが、本質的な問題としてやはり、その文献という観点からも、その小出しに数兆円ずついじっていくんじゃなくて、10兆20兆っていう単位で今すぐ地方に移譲してもらえば、地方はちゃんと自立してやっていくよっていうようなことを訴えたいなと思ってます。岩手日報の及川と申します。おはようございます。平泉の世界遺産についてお尋ねします。先日島根県の石見銀山が今年の世界遺産登録が厳しくなったと文化庁の方から発表がありましたが、このことで、来年の本登録を目指す平泉に与える影響についてと、今後県としてどう取り組んでいくべきか、この2点知事から、お考えをお聞かせください。はい、石見銀山の場合、その普遍的価値の証明が不足しているということが指摘されていたと聞いていますけれども、平泉の場合には昨年の国際専門家会議での審議内容なども踏まえながら、
いろんな専門家の意見も反映させて、この推薦書作成という作業が進んでいるので、その過程で普遍的価値については問題になってないと承知してますんで、そこは石見銀山とは話が違うと思っています。ただいろいろそのイコモスの現地調査っていうのは平泉の場合今年の秋に予定されていますんで、これも備えあれば憂いなしと言いますか、文化庁ともきちっと意思疎通連絡ときちっとやって、来年の世界遺産登録ということがですね、スムーズに実現するようにということを今教育委員会の担当教育委員会の方ともそういう話をついさっきもしたところであります。すいません、岩手日報の八重樫です。よろしくお願いします。県庁の昼休みの件なんですけれども、先週60分をまた復活させたいという、発表がありましたが、45分と60分を、職員ごとにこう選べるということについては、知事としてはどのように思われるのか伺います。あともう一点、知事パイロンのジャジャメンなどもこう好きだというふうに伺ったんですけれども何か桜山界隈の商店街とかでのこう思い出とかあれば教えていただければと思います。お願いします。はい、総務部の方からですね、アンケート結果は教えてもらいまして、でそれで、原則60分でも45分も選択できるようにという方向だということを聞きまして、その方向で調整、してみてくださいということを言っております。最大のネックは今まで認められてたけれども、こう認められなくなったその15分の休息時間というものですね。その休憩と別にプラスで認められた15分、これが認められなくなるために60分が45分になり、でそういう中で昼休みを正規に60分取ると、就業時間、帰る時間が5時15分から5時半に15分遅れてしまうと。でこれは結構その子供を預けて働いている職員、またその電車の時間とかで結構15分県庁の就業時間が遅れるっていうことは、これは、ね、やっぱりなかなか大変なことだって私も心配してたんですけれど、アンケートによると、半分以上の職員が、帰りが遅れるのもいいということだったので、その方向で調整してもらえばいいというふうに思っています。パイロンはですね、私が外務省を辞めてこっちに戻ってきて、いわばこう政治家になって最初にしたサインがパイロンに、あるかどうか分かんないけど、名刺の裏にしたやつなんでですね、まだ取っといてるか分かんないけど、最初のサインをパイロンさんにしたという思い出がありますが、高校生の頃に初めてじゃじゃ麺を食べまして、最初に食べた時はやっぱりびっくりしたと言いますか、なんだこれはと思ったんですよね。で2回目食べた時にはでもこれはなんかすごいかもしれないと思い、3回目からですね、もうこれはこれなしでは今後生きていけないなというふうに思うようになりましたんで、3回目からはですね、もうファンになり、学生時代も実家から親にパイロンで買ってもらった持ち帰り用のやつを宅急便で東京に送ってもらい、大学の友達とかに茹でて食べさせたりした、そういう思い出があります。
岩手日日新聞の伊藤と申します。先ほどの平泉の関係でですね、ダブル部分もあると思うんですけども、先ほど教育委員会に、指示を出されたということだったと思いますけども、その具体的な内容とですね、あとまあ前兆的なものも含めてですね、今後、今までの対策をやってきたことをですね、まあ、今回、まあ、岩見銀山こういう結果になりそうなんですけどもですね、継続していくことに変わりはないのかどうか、その点をお聞かせいただければと思います。岩見銀山は特殊なケースというふうに考えていいんじゃないかと思っています。平泉については、今までのそういう専門家の皆さんとの共同作業や、そうした推薦書類の準備等、非常にスムーズに進んできていると思っていますので、ですから私からは、あくまで備えあれば憂いなしということで、万が一のことがないようにというくらいのことでですね、文化庁をはじめ、関係方面との連絡を、密にしてというか、今も密なんでですね、その辺今後も遺漏なく進めてくださいというようなことの指示であります。朝日新聞の橋本ですが、一点だけ細かいことで確認なんですけど、さっきの昼休みの話ですけど、先日の知事の会見の時ですね、あんまルールはルールなんで、特に変える必要を感じてないというご説明だったように記憶してるんですが、なんかその今回は事実上ルール変わっちゃうわけですけど、その辺はなんかお考えは変わった理由っていうか、なんかあるんでしょうか。帰る時間を遅らせるっていうのはやっぱり大きい変化なんで、そこはこう職員ので、アンケートを実施する以前はそれでいいという、意見というか声というかはこうきちっとした形はなかったんでですね、そういう中でその帰宅時間が遅れることにつながる昼休みの延長を、上からバーンとやるのは適当じゃないと思って言ってたんで、慎重な答弁をさせていただいたんですけれども、ちょうどその直後にアンケートの結果が出て、でそこでは、半分以上の職員が、66.6% ですね、66.6% が、帰る時間が遅くなっても昼休みを1時間にしてほしいということだったんで、であれば前向きにというふうに今は思ってます。すみません、河北新報の伊藤です。県立伊沢病院の産婦人科に関することなんですけれども、今年の夏に3人いたお医者さんが1人になるということなんですけれども、今後この産婦人科廃止も視野に考えていくということがあるかどうかお聞かせください。今日も産婦人科関係の、これ広く県の現状について担当と協議をする時間を設けたりしておりまして、有意義事態だと思っています。まずちょっとこう現タスト知事タストとしては、まずちょっと現状認識をですね、きちんと把握した上で、緊急にできることがあればしたいですし、また中長期的には医師確保対策室中心とした取り組みの方でやっていかなきゃならないなというふうに思ってます。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終わります。ありがとうございました。はい、じゃあご苦労様でした。